このチームはですね、非常に若くて、一応4年後のロサンゼルスをオリンピックを目指したチームで、なんですけれども、今日先輩の胸借りて、今のその日本のいわゆる代表チームがまだ今こんな実力であというところを皆さんに見ていただいてですね、これをやっぱり日本のサッカー界がやはり4年後のオリンピックを目指して育っていくということなんです。そういった意味でもですね、ぜひ今日はいいゲームをしてもらって、これなら4年後にある種の目安がつくなというところをぜひ見せてもらいたいなと思うんですけれども。さて、前半5分、青いユニフォームの前の日本代表がコーナーキック。正面から日本リーグ得点王の臼井が蹴り込んで先取点。さらに39分、若い日本代表の甘さをつきます。鎌本絶妙のバックパス。西野のシュートが決まって、先輩の意地を見せる前の日本代表が2対0、前半をリードしました。前半終わって、当然ですよ。どんなところが？いや、鎌本さんが出てるから当然鎌本は色が強い。どう全日本の方は？いや、ダメじゃないですか、ちょっとまだ若いから。意地で取ってほしいと思います。だって壮行試合なんだから。後半5分、若い日本代表は期待に応え、長谷川のシュートで1点。いや、今言ったら入んないんだ。入った。しかし24分、前の日本代表は力の差を見せて見事な連携プレー。今村がヘディングを決めて3点目。さらに鎌本が中盤から独走、珍しくミスシュート。若い日本代表をもってのサービスなんでしょうか。ベテランのうまいプレーに翻弄された若い日本代表、終了間際に最後の意地を見せます。金田が見事なシュートを決めて走行試合を締めくくりましたが、結局は実力、キャリアに勝る前の日本代表の勝ちでした。